はい、こんにちは。前回デンジを撃破して見事バッチコンプリート。あとは四天王を倒すだけですが、その前にライバル王子主君とのバトルです。今まで苦戦しなかった相手だからサクッと倒して本番行きましょう。じゃあさっきの不穏な映像は何だったんですか？確かに土台とストは相性が悪いけれど、結局は物理型、甘えて攻撃力を下げてしまえば倒せるでしょう。それすら通用してないように見えましたけど。何にしてもこいつを倒さないと先に進めないことには変わりない。突撃あるのみよ。それもそうですね。こっちは土台トスまでに1匹でも多く手持ちを残しておきたい。まずは飛行タイプのムクホークはワンパンよ。はぁ、タスキ。今回のバトルでライバルはしっかり持ち物を持たせていますよ。どうやら本気で復讐しに来ているようです。そんな復讐って、私たちが一体何をしたっていうのよ。天眼さんでひどいことしてたでしょうが。しかし意味のない謎に本バレをしてくるってことは、復讐への覚悟が足りないみたいね。まずは飛行タイプのムクホークを無償突破。あ、さっきの映像だ。なんでいきなりエースポケモン出してくるのよ。普通切り札は最後まで温存しておくでしょ。そりゃあこっちは電気統一なんだから有利な地面タイプ出してくるのは当たり前でしょ。それでも物理型なら甘えてしまえば。高種族力のタイプ一致弱点技、これは間に合っていませんね。しかも耐久力を生かしたステロホイールコンボでこちらの妨害もしてきます。相手は長期戦も得意なようですね。いわーく、何よあの化け物。あんなのまともに戦ったらかなわないじゃない。こうなったら次の作戦よ。先発のムクホークで悪巧みを組んで全抜きを狙うわ。不一致当倍とはいえ、6組死体力120はさすがに耐えられないでしょう。結構余裕で耐えとるやん。これは不可中のステータスの低さが顕著に現れていますね。急所や根性体が発動すれば突破できそうですが、どうでしょうか。不可中が積むまでの下準備に時間がかかるし、積む前にムクホークのトンボで失敗することもあるから、狙うのは現実的とは言えないわね。それとこっちにはまともなアタッカーが不可中しかいないから、体勢を根本から立て直す必要がありそうよ。そんなわけで次回、電気袋図の逆襲、お楽しみに。今回もう終わりですか。区切るポイントがここしかなかったからね。次回は構築の変更点を紹介するところから始めますよ。まあ次に期待しておきますね。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。